さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回は浜田市で行われた北前船のワークショップの様子をご紹介します。北前船のワークショップは海と日本プロジェクトの活動の一環として、小学生を対象に全国16エリアで行われている海洋教育で、島根県では浜田市松原小学校の5年生が参加しました。北前船の寄港地であった日本遺産殿浦で、北前船がもたらした地域の繁栄について学んだ子どもたち。2日目の授業はというと、北前船という海上輸送という役割は終わりましたが、その時に同じように発展してきた水産業の魅力を伝えるために今回授業をしました。近年浜田漁港周辺の水産加工会社は減少しています。水産加工業には缶を作る、パッケージデザインをする、商品を輸送するなど多くの会社が関わっていて、地元の生活にとっては不可欠なものなんです。子どもたちは自分たちにできることはないか話し合った結果、多くの人の手に取ってもらえる手書きイラストを使用した缶詰パッケージのデザインをすることに。そして構想からおよそ2ヶ月、浜田市の水産加工会社の協力のもと、ついに缶詰が完成しました。どうぞ。やった、俺がおるわ。この可愛いとか絵とかを見て、その美味しいなって思う人が増えたらいいと思います。浜田の海はとても綺麗な場所のはずなので、ちょっとした観光地のようなものになってほしいと思います。北前船の学習から始まり、地元水産加工業の現状とそれを守るための活動。今回のワークショップは子どもたちにとって改めて地元の海を考えるきっかけとなったようですね。海と日本。